手首が退屈してしまうので出た俺の赤いでも最初の頃はもうスライスだったんで絶対こうなってた煽り打ちを直すには下にスペースがあるからこうそこから入れてやろうとするんで交渉会はい13番13番結構右ドックで多分この大きい木の向こうにグリーンがあるんですけどはいあの見えてる左の斜面の木に飛んだら OB ですはい、はい、出て打った見えてる木からスライスいきます木引きにしていい球いいまあまあ多分大丈夫大丈夫思ったよりかからなかったですレフティーは嫌やねうん確かにちょっとレフティー嫌じゃないでもレフティーのフェード、ね、フェード台ね、うん、右打ちでいうドロー打ちになるからちょっと打ちにくいと思うこのちょっとこう出てるところのはいスレスレ狙ってスレ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 ですフェードでフェードドロー打ちたいんですけどフェードかかってもまあ大丈夫かな、うん、いやそうなるよまあ悪くないね左が、うん、ナイス無理ですナイス僕ははい低めの球でフェードで打ちますね、はい、そんなん久々でできるんかなよしうわー、いいねナイスですえぐい大丈夫よしもうめっちゃ蹴ってるよしナイスフェードはね1年半練習しよったけどね、うん、持ち球フェードって無駄なもんなんじゃないよねやっぱないねその脂肪も無駄じゃない今撮ってないよ使ってくれるってこの動画は絶対にゆうすけくん編集してくださいじゃあ行きましょう行きましょうでは恒例の質問コーナーやっとります行きましょうゴルフに何時間かけて72まで到達しましたか何時間何時間あれじゃね1万時間の法則の話じゃないなるほどね多分トータルでだから1万って 何年のことなだから1日3時間練習したとしたら、うん、333日やけちょうど1年あ1年1日3時間を1年続ければなんかそれなりにこう達成できるみたいな1年で1万時間大体だ 1日3時間やれば毎日毎日3時間続ければ大体1年で1万時間、うん、あ違う10年だ10から1日5時間やって、うん、大体10001日5時間でそんなに練習できんねん年間で1500時間とかやって、うん、相当しないからね結局は1万時間やったら72出せますよって1万時間やったらそれなりにどんなものでも一定こう極めるなるほどねことができるとあゴルフに限らずうんあすごいじゃあ時間かかるってことないそれで言うとでも俺72まで1万時間以上かかっとう絶対集中しないといけないから72まで何時間はちょっと難しいけん難しい、何年とか何年ただひろで俺で2年かかってないぐらいです2年かかってない、うん、はい別その時70ぐらいだったすごいスピードよ多分1日の練習時間はあでも最高で3時間ですねでもほぼ2時間1時間でを週何回とかやるか週2、3回ですおーへーそうねこれも毎日練習して毎日まあ週5日かぐらい、うん、6日やりよったねあやりよった日はもう週8やりよった、うん、2回練習行ったりしよったね、うん、朝と夜でそれでそれで1年2ヶ月やけんもう毎日ほぼ毎日やりよったあんま参考多分ならないねこの2人は異様なペースですペースがね、うん、練習頻度が10年かかっても出ない人は出ないからレッドブルとリポビタンで飲んで仕事帰りやりよったいやもう趣味の影響もううわぁ気合い入れてやれと練習に山形くんのはフェアウェイのいいとこにでも今日まだ300ぐらいあるんで距離ありますねはい220ぐらいはい搬入ではいおー良さそう
おー、いいんじゃないですか。うん、ナイスショー。なんと打ちました。ナイスショー。あっち、暑くなってきましたね。でもまだ全然涼しいですけど、残り250狙えないんで6番で刻みます。はい、残りはもう50ぐらい残そう。入って、ダン。大丈夫？うん、大丈夫大丈夫。ナムタン飛んどんね。飛んでるね、ナムタン。ナムタンなんか結構飛んでたね。まあ、スライスかけてないんで、遠くの多分かけた分と思う。うん、ピンまで240ぐらい、エッジが220ぐらいで、ピンが左奥だね。はい、際からフックでいきます。はい、うわー、すごっ。完璧じゃない？えぐいって。完璧です。完璧。打った本人もびっくり。マジでやばい。 YouTube した。完璧だね。まだ書かれる。そんな攻める必要ないってでも練習ラウンドも兼ねてるんで。うん、そうだね。やっぱこうどれぐらい打ってた方がいいかとか。確かに確かに。逃げすぎるとコース見えなくなるんで。うん、トップでどうしても左手首が退屈してしまうので。出た。俺の分からんよ。どうすれば治りますか。どうすればなる、はい、こうなるってこと、はいはい、こうなるってこと。左手だからこっちじゃない。ああ、その背中側ってこと。こうだろ。こうですね。なるほどね。うん、背痛やからこっちじゃない。これ小屈。それなんか意識しとう。山田君めっちゃ綺麗じゃない上。ああ、でも最初の頃はもうスライスだったんで絶対こうなってたんですけど、うん、これを意識的に横振りの意識から始めます。ああ、横に高く上げたら。そうなんですよね。こうなるってことでね。そうか。だから横振りの意識からこうどんどん上げていって。うん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 。横振りにすると小屈になる。背屈になると。小屈に。小屈になると。小屈の方がいいと。小屈の方が球が捕まるみたいです。別にダメとかは多分ないと思います。それこそなんか練習器具とかでありそうじゃない。多分ね、だそれがパワーパッケージっていう、うん、俺ら過去に1回だけ使ったことがある練習器具があって、うん、それはね、なんかある。よかった。いや、家にある。あ、家にある。家にある。なんかそういう今もっと進化しとうやつがあれば、うん、教えてください。確かにね。では94ヤード58でいきます。はい、ゴー。うん、くぐったね。意外と浮いてたかな、多分。うん、だいぶ浮いとったね。つま先上がり64ヤードで。はい、58度で。はい、ナイス。うわ、完璧。ナイス。この距離死ぬほど練習。練習したいです。大事ですよね、でもこの距離で、はい。めっちゃ大事です。100ヤード以内の。はい。パー5の3打目とか特にこういう距離残っちゃうんで。うん、そうですよね。じゃあ51でいきます。はい。ストップ。久々のゴルフはお許しください。うん。58でいきます。はい。うまい。おー、ナイス。ナイス。ゴルフ忘れちゃった。じゃあパーパットいきます。はい。うん。ケアナイス、そっち。お先いきます。はい。OK、ナイス。ボギーやね。はい、あるかな。バーディーパットです。はい、はい、ナイス。おー、ナイス。サクサクいくやん。すげーよ。よし。もうなんかライン読むとかがないもんね。うん、バーディーパットです。ラインを読むのに見るもんだけ。よっしー、ナイパー。ナイスパー。14番ホール、372ヤードです。
はい、もうまっすぐじゃないこれは。ずっとまっすぐ。はい、頑張って。ここら辺でちょっとへこましたい。久々なんかパーンとか言ってトップした。ちょっとリハビリも兼ねて ね、今回のゴルフは本当に。まあみんなよくない、アイプレンプロもらえる。体力的にしてみて。うわあ、ナイス。ナイスです。フェアウェイ真ん中狙いです。はい。納得はしないでしょうが、全然 OK です。うん、マジで、俺マジで。もうアドレスが気持ち悪いもんね。OK。 おい、ナイス。ドローじゃない。なんなんこの球。聞いてんの。ゴルフができん。では質問コーナー行きましょう。質問コーナー行きますか。やるじゅん。煽り打ちを直す方法には、煽り打ちを直すには、俺はドライバーの場合やったらもうティーをショートアイアンぐらいの高さで練習してました。下にスペースがあるからこうそこから入れてやろうとするんで、もう下にスペースがない状態で練習する。なるほど。僕もそれやってました。結構下から入るタイプだった。アイアンとかやったら右のかかとでボール踏むんですよ。右がこう高くなるようにして、こう左足下がりの傾斜がある状態にして、そうするとちょっとこう上から入れやすくなる感じがするから、ボールを使ってちょっとこう左足下がりみたいな状態イメージで打てるように。だから2階から練習するとか、1階から練習すると練習場によっては打ち上げになって下から来ちゃうから、うん、目線が下げられるように2階3階から練習するとか、あと練習で右足から真ん中向かって打つと右向いて打つことになるんで煽りやすくなるから、右から内に向かって打つと上から入れるイメージで投げやすくなるから、なるほど、ね、そうですね。練習してました。基本的にさ、コースでうわ煽ったなみたいな時はなんか一瞬そういうのないと対処法みたいな。でもないか。いやでもデブの場合だと言うと、デブじゃなかったらどうする。右足に体重が乗るよね。ああで煽るから、ティーグランドが左足上がりの傾斜になってないかとか、ああとは右が雨上がりとかで多いのが、右足だけこうぬかるんでてこうジャッて踏めるとか。へえ。でこう知らないうちにこう右が下になってると煽りやすくなるから、はあはあはあ、常にアドレスした後こう体が平行になってるようなイメージにしとった方がいいです。打ち上げとかで無意識でこう見上げるような体勢になってると煽りやすくなる。なるほどね。煽っていいのはイカだけやね。ということですか。煽りイカですね。はい、煽り煽られ。バンカーでした。はい。やりバンカーでした。23ヤードです。はい、フォロー。ピッチングでちょっとフォローですね。はい、ゴー。ちょっと深く入ったかな。よいしょ。よければ帰る。はい、頑張ります。はい、85ヤード、はい、58でいきます。ナイス。うまいよ。はい、落ちた。うわ、いった。これ、まい、いや、やばいか。完璧？マジ？完璧です。早朝スルーでも暑いですね。うん、暑いね。朝露がこう蒸してくるんで、意外とじわじわ体力を削られる。80ヤード。80ヤードか。一番ちょっとあれだね、微妙な距離だね。52度でいこうかな。はい。うおー、ナイス。うまっ。ちょっと珍しく50にやってきました。うん、58でよかった。本当は58だった。うん、ちょっと持ってなかったんで。
本当だった。すいません。さっきの生田のだけど、煽り打ちになってたらどういう球が出るの？煽り打ちになってるなってどういう？煽り打ちで体が止まるとチーピンですよね。だから下から煽ってチーピン。体が動きながら煽るとこう天ぷらとか右プッシュとか、右プッシュというかまあ高く上がってスライスとか。煽りが一番ね、あのミスが固まらないんですよ。左も右も出ちゃうから。あ、なるほど、ね、上から来すぎる分にはこう球が低くなったりとか右に行きやすいけど、煽りはほんとどっちも出るから。どっちも出るんだね。できるだけ直した方が。大怪我のことはだいたい煽ると大怪我になる。なるほどね。30ヤードぐらいで。30ヤード。おー、ナイス。ナイス。おはようございます。羊。あ、うま。待ってました。そんなボケある。ちょっとお先させてください。はい。ナイス。これやばいね。めちゃくちゃネズミやん。あ、うまい。ちょっと笑わせんなお前。じゃあマジ。気持ちいい。出るか？出るか？超気持ちいい。ご準備。はい。うま、入る。うわ、え？3連続。いやー、超気持ちいいね、それは。超気持ちいい。えぐっ。えぐっ。なんも言えねえ。うま、今の。うま？左足上がりだったんで。はい。球が上がりすぎない。ご準備で。パーパットです。うわ、ナイス。パターうま。はい、良くなりました。あ、パターちょっとやばい、ね、うま。俺のバーディー薄れてん。いやいや、バーディーなら薄れてん。これ何？そういえばこれはビアマラのカーボンシャフトなんです。パターはへぇ、めちゃくちゃ高いの入っとうやん。いや、めっちゃ安いです。1万円ぐらい。あ、これいいやつよ。でもパターのシャフトで1万高級。いや、LA ゴルフとか5万とかします。あ、そうなんや、はい、そこと比べていかない。え、これ、あ、もうパター用のシャフトなの？そうです。 1.0 と 2.0 があって。そうそう、1.0 しかネットになくて。え、これにした理由をちょっと次回お願いします。はい。え、でもヘッドはこれ結構古くない？大昔です。僕中学生の時の古いです。あ、そうなんですか。なんか使いよった。見て、ゆうすけ TP コレクションの。うん、化粧品の YouTuber か。303って何？303、ステンレススチール、素材の話。へー、じゃあちょっとなんかシャフトを次回直田に解説していただきましょう。解説付きで。15番ホールです。15番ホール。はい。パフォー356下り。真ん中にすごいどでかいバンカーがあるよ。でかいバンカー。240ぐらいで入って。入って。270ぐらいで超える。直田はあ、ドライバー持って。まあ、入っても大丈夫かな。はい。ちょっと連弾なんで。はい。打ったらどこまで行くかも絶対からドライバーにします。はい。向こうに余裕もあるんで。保険かけてバンカーから返す。あ、でもバウンドしようと余裕で超えたんじゃない？最近スタンドアップサボり気味でバランスが崩れた。わかる、それなんか振って全然違う。わかるわかる。俺もずっと1週間ほとんど家おったけど、家で仕事しようったけど、もうスタンドアップいけてないの。アドレスのね、決まり方がこう、あ、違う、パスンがない。パスンね。ノーパスン。わかる。では、ドライバーで僕も行きます。はい。完璧。うわー、完璧。今のでも完璧。飛んでる。超えてないかも。超えてる。いや、俺こすってる。うわー、完璧。全然いいと思うよ。ほんと？今のなんか初めてトップで間があった、こうゆーっとんね。いつもなんかどっか動きながら降りてくるんだけど。3番ゆっと行ってて。はい。うおうわ、まあまあ、
これがね、やっぱレイアップするときに一番やっちゃダメなの。そうなんですよね。今なんでユーティリティ出たと？3番ユーティリティです。なんで？240でバンカー入るんで、うん、230に刻んで、残りそれでも300何本なんで、うん、ショートアイアンで打てるから。そこまではいいんやけどね、はい、多分その左のバンカーも見とかないからね、刻むとなると、ね、もう一個手前にバンカーがあるから、あの、バンカーね、そうそう、あれ見てます、それに入るリスクを、まあ、あっちの距離が長いから顎も低いし、はい、入っても問題はないんやけど、うん、もしあれが顎が高いバンカーやったりすると結局刻んだのに意味がなくなるから、はい、じゃあ刻むけど結構やっぱ慎重に刻むときはもう一回その距離の周りに何かないかを見とかんと問題ない。ちなみにそのフェアウェイ右とか左とはどこを狙うっていうのはあったの？いやもうバンカー真ん中狙いで、バンカーにとりあえず入らないようにしか考えてなかった。見えてなかったよね。はい、見えてません。なるほどね。うん、でも入ってないわ。よしよし。え、どこ？え、エッジにある？エッジにあるね。日頃の粉がかったよね。おお。ただでももったいないことになるからね。なるほどね。刻むときは逆に難しくなったりするわけね。それならあっちのバンカーの方が短いくらいまで打てるから、ね、はい、あ、なるほどね。本当にダメなんかっていうのを考えた方がいいね、あのバンカー。うーん、なるほど。まあでも結果これならいいでしょ。これなら確かにな。刻むとき刻むって奥が深い、ほんと。うーん、ほんとね。全員にとってこう安全策になる、ならんときがピンまで157刻もうとして、もしダボとかあったらダメージ倍くるから、うん、結構慎重にならない。慎重だね、刻むときこそ。8番で、はい、おお、止まった止まった、ナイス。スイングめっちゃゆったりやね、やっぱストレスとかないんやろうなって思う。ありますよ。あるんや。なんか山形君のスイングリズムを真似しよったら、さっきいいショットが打ってたけど、うん、本当ですか、うん、やっぱ見てる人一番多いね、山形君のスイング綺麗とか綺麗とか参考になるっていう。山形君としか回りたくない。おい、いや、高津と回りよったらもうぐちゃぐちゃになるもん、ね、ゆったりなのにそっからスパーン行くっすもんね。うん、ね、すごすぎる。もうすごいよ、マジで。しかもあれでブレないのがすごいし、あ、意外と曲がらんけんね。あ、うん、まあ、チャンネルキングやけんね、高津。そうそう、一応ね。えぐいなって。はい、70ぐらいかな。70。変な芝に降り立てる。うん。まあ、バーディーパット打てればいいかな。持った、ナイス。100点です。ナイス。51ヤードです。はい。58でいきます。はい、まあ、うん、このね、大丈夫、微妙だね。ショートゲームがやっぱね、うん、感覚やっぱね、一番感覚戻さないからね、早く。でも1ヶ月あるけん、確かに焦らんのね、うん、ちょっとでもミッドはね、優勝したいね。優勝したい。そのために1年やってきたからね。そうね、タイトル欲しいね、本当に。じゃあ58でいきます。はい、うまー、うまい、うわー、うまっ。ナイスチェー、お願いします。はい、じゃあお先行きます。じゃあお先です。はい、ナイス。おその感じで回りたいね。ね、マークせずに。これむずいね。そこ下ったら、おー、ちょうどいい。お、行く。うん、まあまあ、ナイスナイス。ナイス。むずいね、上からこれ。難しそう。あのグリーンのサイズの割には傾斜が結構、うん、すごいですよね。さあ、何年、これ入ったら何連続？4連続です。おお。お分かりでしょうか。こちらスライスラインとなっております。ってことは？ってことはですね。うわー、はい、ね、いいよ、マジで。何？え、マジうまい。スライスラインすごい。スライスは本当入るんですよ、僕。すごいわ。その自信。自信がすごいね。すげえ、マジで結構距離あったよね、はい、4m、 スライスラインはね、うん、半分に見える。 4m、 2m に見える。やばい、うまっ。ナイス。拾うね。めちゃくちゃうまいよ、パター。みんなパターうまい。拾うね。
ちょっとシャフトのことちょっと時間かけて聞きたいわ。カーボンね、パター用のカーボンは喋り出すと長くなるよ。喋ると長そうやもんね。長い。ディアマナのアダプターまでついてる。そうです。あのこれはオーバーホーゼルって、オーバーホーゼルって入らんのよ。そうです、ね、アダプターかませない感じで。なんでわかるんやろ。普通のあのクラブの人もわかんないと思う。え、組みたらわかんない。これちょっとそのパターをね、パター明らかに違うもんね。うん、違う、全然違う、マジで。練習多分したのもあるけど、はい、シャフトもね、いい仕事してるね。じゃあ次回はシャフトのことに、これについてちょっとじゃあ語っていただきましょう。語りましょう。お願いします。ちなみにチャンネル1本全バーディーってはずやない。確かに。ちょっと待って、うん、動画1本スコア全然入れてなかった。何連続バーディー？4連続。あ、じゃあパート2全部バーディー。全バーディー。えぐい。やん、マジでガチでえぐい。っていうかなんかそんなにね、別にツイートめっちゃビタビタ出るとかないもんね。しかもチップインもして、チップインもしてますから。あのね、アプローチもね、スライスラインなんよ。あーすごいね。スライスラインはマジで見える、全部すごいわ。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。バディオや。バディオ、バディオ、バディオすごいね、マジすごいね。あんなちっちゃいグリーンにね、ビタビタつけるし、スライスラインにつけれれば入ります。圧倒的な自信が。バディタン。え、これで今ワン2アンダーですね。2アンダー、ダボスタートで1オーバー、1オーバー、3オーバー、3オーバー、5打差よ。なんじゃこれ。おかしい。やっぱトップアマやね、やばいよ。もう僕が認めます。あ、まだ認められなかった。上から認められた。叩かれるんやろな。まあいい、あと1ヶ月でちょっとまた戻すんで、うん、僕もしっかり調整するんで。調整が出ちゃいけんね。山形くんの引き続き iPlane Pro かかってますんで、はい、あと Amazon ギフト券ね。では概要欄に僕らのインスタグラム貼ってますんで、はい、ぜひフォローお願いします。お願いします。メンバーシップもやってますんで、ぜひメンバーシップもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。あらいぞー。こい。おー、うちなれたショットで字幕テロップつける人大変だけど。